どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら日立のサボマグを紹介します。私の息子が日立という名前をね、まさにこの特急日立から取って、名前つけたんですが、その日立グッズを探してたらアマゾンで、見つけまして、マグネットのセットでございます。すごいですよこれ。このパッケージがね、まず可愛いですね。この紙でできてる部分がこう車体で、ちょっとね開けてみたいと思います。あ、すごい、結構ちゃんとしてる。おー、これいいね、マーク。結構ね、それぞれ、あ、すごい、この日立のやつもちゃんと周りがシルバーで囲まれてて、この5個がね入ったセットでございます。おお、ほんとそれぞれちゃんと質感とかもね、すごいいい感じ。くっついちゃう、いい感じで、もちろん磁石も強力ですね。これ、この日立が一番好きだな、やっぱり。昔のね、ボンネットタイプの。これちなみにね、この私はね日立にしたんですけど、他にも使用サイとかね、ものすごいいっぱい種類が出ておりました。多分ね、アマゾンでサボマグで検索したら出てくると思うので、もし気になった方はぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ちくん見て、日立、うん、日立、ちくんのこといいね、いいな、ありがとう、日立です、日立です。うん、ちくんの名前だ、かっこいい。お、うちのおやつがすごい手についてるね。うん、しかも汚れちゃったよそれ。クリームでベトベト、いいな日立。おー、ちっかい、わー、日立もありがとう。パチ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 、どこ行くの。難しいよ結構。日立マグネット、やっぱここがこうだな、ここがこうだな。